怖。はい、どうも皆さんおはこんばんちはです、パパスです。今日はね、ギターのあれ言うとったやつだって2つ並べて、うん、言ってたやつかじゃないねんな、まあ、知ってね社長、改造が出来上がりました。まあ言うてた改造がね、はい、まあ前回の動画見てない人は今から説明しようか。せやな、ギターはもう私ちんぷんかんぷんやから、うん、これままやけど社長に変わります。まあ、指太いから、うん、とりあえずこれね、目いっぱい、はい、わかるかな、このこっちから取るわ。エッジ、エッジ言うんだけど、エッジのこんな感じ、普通はこういう感じやね、うん、この、うん、木のところが、木のところが見えてる状態やけど、もう見えへんぐらいのこの見えへんなとこまで、うん、ほんまや。でちょっとミスしてんのが、うん、こう一弦目を広げんといて言うてんのに、一弦をちょっと入っとけへんかったら、うん、届かんやん親指が。あのみんな結構あんねんけど、持ち方、ほらほら、この肉厚があり、うん、この肉厚で、うん、なれ、うん、持ってるだけで、うん、当たるから な, な、お、斜めにしてもちょっと触れるように、うん、だから、うん、こうした時に皮膚が当たり、うん、ちょっと上げといて、てんのに、まあ、これミス、まあ、これまたやり替えやなあとはステンレスでな、はい、やり替えました、うん、強くなった、まあ減れへんっていうな、うん、いや削れてるやつあんねこれもちょっと同じ仕様してるけど、うん、見えるかなこの、うん、ほらこれこれこれ、これね、もう爪が引っかかる、もうこれ全部3回削ってもガタガタでな、うん、普通はちょっと 丸く削れんねんけどな。そうなん、うん、ちょっとこういう感じで削れんねん、ちょっとこう、うん、こう真ん中がへこむ感じ、うん、こうボエッと、うん、もう、あ、ガチャガチャ言ってるやん、うん、それをステンにして、うん、で、この状態で、うん、Gを弾いても、うん、これが、まあ、落ちひん状態、うん、絶妙なバランス、まあ、改造前のとか、うん、普通に G を乗せただけでもどんどん落ちるみたいな動いてる、うん、な、うん、だからこうしてるっていう、うん、弾きやすくなったんちゃう、ほんならこれで、うん、これでまあ、うん、落ちひん、うん、うんうんうん、いや昔のこの、うん、FG、 ヤマハの FG 言うたらこう、うん、このキュアまで出てるから、うん、ガタガタガタって当たんねやんか、へえ、今当たれへんやん、ちょっと滑らかになって内に入ってるね、うん、それをまあ改造したっていうな、ただ、うん、あんまり落としてないねんけど、うん、ビビんねんな、あ、うん、はじめこれ安物やから、うん、中が緩んでるから見たけど、うん、ちょっと接触すんねんな、ビン、な、ちょっと分かんない、うん、これまたやり直しや、大変やな、ギターも、うん、ちょっとこっち戻して、うん、あとこのシールありやん、うん、みんなこうやってするんだけど滑んねやんか、ステッカー、うん、余計滑る、ステッカーは剥がしてんけど、うん、こいつは剥がさなかったな、剥がさなかったな、あとな、うん、1個詐欺におって、うん、ちょっと動画ないねんけど、うん、たまたまこれ来たから今日来ました、事前に、うん、これ動画、うん、コーターって出してるやん、うんうん、出したよ、で今から別にちょっと動画が、うん、あれかも分からへんけど、うん、これをこうったところから再度購入するアマゾンやねんけど、うん、これあのミキ楽器でこうて、うん、ミキ楽器が出品しとってな、うん、でそのミキ楽器のところの再度購入をしたら、うんうんうん、違うなんか中国系のなんか会社が出てきてのタイトルも全部文字も一緒、写真まで一緒、うーん、
ほんでしょうもない、うん、今からちょっとこの OK、うん、映像流しましょうか、うん、OK。 はい、ではこっからですね、さきちゃんが吹き込みでやっていきたいと思います。向かって左側の方が前に買ったやつ、右側が新しく買ったやつです。パッケージはね、この横にあるやつですね。 Amazon 上での画面がこちら、価格が2691円で、まあ、こんな感じで写真も載っておりまして、はい、こんな感じですね。3枚上にありますね。ビデオまでついてくれてるんですけど、どれも一緒やったんよね。ミキ楽器で買った時とこの画像もこの動画も全く一緒でして、で価格がちょっと安くなってるっていう感じでね、これで、また元のやつに戻ります。で今回来たのがこれ、全然違うかったので返品開始っていう画面から行くんですけれども、さっきのが今回のやつで、前に買ったのがミキガキさん、販売元ミキガキさんで3520円、名前も一緒やし、これをさっきの再度購入ってところを押したら今回買った商品の画面に飛んだんですよ。再度購入を押したから同じ商品やと思うよね。画面上では全く一緒やし、値段も一緒やったし、でも実際に来たのがこれ、はい、スプリングがね、ねじれるというか、触っただけでこうワインとなるんですよ。ほんで何が違うかっていうのは今からちょっと説明していきますね。このまず止めてる部分、これはプラスで止めてあります。このプラスね、十字になってる。ミキ楽器さんで買った方は止めてるところが、まあ、バインってならない、ねじれないですね。まず一番はこれ、ちょっとね、頭がちょっと違います。丸くなってるっていうのかな、形状が違います。ほんで次に一番大きいところはスプリングも違うし、ここに刻印が入ってるんですよね。ミキ楽器さんで買った分は刻印が入ってるんですけど、今回買った部分は刻印が入ってない、違いますね。刻印入りと刻印なしは全然別物です。で今社長が触ってる部分ですね、黒い部分がプラスチック、ちょっと成分何か分からない、硬いものですね。コンコンコンっていった感じで硬いものでプラスチックみたいに作られてるんですけど、ミキガキさんの方はゴムみたいな成分、大きさもだいぶ違いますね。小さいミキガキさん一回りぐらい違うかな。ミキガキさんの方は大きい。でこの棒になってる部分ですか、うん、この部分も全然長さが違います。こっちもゴムっぽい、こっちはプラスチックでできてる感じで、パッケージも全然違う感じですかね。でまあ、再度購入を押したところに飛んだので2600円で500円ぐらい安いんですけど、同じものと信じて買ったら販売元が違うといった形で、後から気づいてですね、違うと思ったので、もうこれは返品っていう形で、うん、これミキガキさんのはねしっかりできてるんですけど、今回のはちょっと違いすぎるということで返品しました。見てもらいましたかね。ほんなら、うん、やっぱこの部分がちゃうとか、なんかちょっとちゃうねんな、うん、いろいろな、この刻印みたいなのがないね。へえ、はる入ってるわ刻印、うん、うん、これ一応思うのがこうやったらま、うん、っすぐなり、うん、なんかくにくにやねえ、それはこのバネとかがあかんってことやんの。そう、バネがまっすぐに合わせてない。うん、バネでこうなるやろ、うん、うん、でこのゴムがプラスチックになってて、ほんで細くて短くて、うん、こっちがでかいとか、うん、だからそうちょっとなんかまあ別物やな、うん、もうだからこのやつええやつ高いやつ買わなきゃ、これ押し前買うたやつ押したら、うん、なんかセールみたいなね、ちょっと安なっとってんな、うん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 、例えばこの刻印付きのここのなやつ、うん、1000円が高い、まあ、これ今来たら潰れてるけどね。こんなのは俺別に気にせえへんからね、あとこのメーカー品のやつが来たから、うん、まあ画像も一緒だったんやろ社長。画像も一緒やね、ホラーやったら分からんのんちゃうん。でこういうところも全部、うん、ちょっとここは見えへんかったけど、うん、ここ他はこのネジになってるとかな、はいはいはい、そういうのはもう一緒、これの写真をやってる、うんうんうん、まあこういう詐欺まだ出してるから、ね、だから多分みんな気づいてないと思うね。
そうなんかな、みんな気づいて、うん、あこれかっていう感じで多分、うん、気づいてないそうせなやっぱ苦情来るやん、そうやな苦情来てないのか、まあ、今回はだからすごいわ、詐欺に応対やつと、あよかったな、まあ、みんなしょうもないかも分からへんけどな、このギターの改造だから指が太くて、うん、太い人は絶対短いからな、ここが、うんうん、熱いね、手のひらが肉厚あるやん、うん、だから、まあ、注意点はこのフレットはキワまでいっても、うん、当たらん、うん、あその支障はないと思う、ね、うん、ちょっとガタガタになるけど、うん、で、まあ、普通にこうここに置いてるだけでならない、あだからこの一弦は一緒に広げんと、うん、ちょっとこっち気味にした方がいい、ね、逆にね、うん、うん、そうやな、うん、で、はい、フレットこのキワまでいったら、うん、このエッジのとこまで広げれるから、うん、落ちひん、ええー、なこれ、うん、一弦はちょっと柔らかいから落ちるけど、うん、だからもうちょっと戻してもらうっていうのと、うんうん、このビビリ、まあ、落としすぎ、ビビリ、まあ、落としすぎ、うん、でナットの位置、まあ、ナット変えるから、うん、まずちょっと上げてもらうっていうのか、うん、その真ん中が一番あれやな、下の音、高い音は綺麗に出てるような気すんねんけど、ほらピン、うん、これまた、はい、何回目やろこれ、もし4回、5回目ぐらいじゃん、3回、4回目ちゃう、4回ぐらいな、初っ端であって、で、これをうまいこと言ったら、うん、こいつをやろうと思って、こいつがメインやからこれ一応実験台で OK、うん、だからちょっと安いギターだから 何個買えるか、まあ、うん、あの1から作ってもらった方が良くなってくる可能性もあるけどね、せやな、分からへんけどな、うん、まあまあこんな感じで今日はギターと動画です、そう、まあ詐欺に負った話やね、はい、やっていきました、よかったら皆さん楽しんでみてください、お願いします、ではいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。